はーい、おはようございます。12月の2日カザーレーシング午前トレーニングスラロームフリスキーでございます。本日もカザーは快晴です。早朝練習の後の早朝練習の後のフリートレーニングでございます。はい、たくま、先ほどのライム君でございます。はい、ノーストックでしっかり足元から動くように。ちょっと落差が取りすぎです。たくま君、もう少し深回ししたい。足元ストック持ってないからね、ごまかしがきかない。足元からしっかり動くように。うん、最初より良くなった。はい、レイルレイルレイル、はい、足元足元、外をしっかり使う練習。はい、じゃあ違う違う、まあ、それでも一生懸命足元から動こうとはしてるけど。はーい、ちょい割る、ちょい割るも上に立つんじゃなくて、しっかりその手を前にね、ここでペッて上に上がってるでしょ。ペッて、ね、腰高のポジションに持ってこうとしてるのはいいんだけど、その分ポジションが後ろになっちゃってます。しっかり腰高のポジションも前に持っていかないと。はい、リー、あれ、はい、リホ、リホ、こっちか。ごめんごめんごめん、リホ、はい、あれ違う、あれ、これリホじゃねえや、リナだった。何年なのこいつは。はーい、カレーン、ポン、何やってんですか。はい、ポン、ポン、リズム取って、ポン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 、やめます、そこで。中折れそう。じゃあやめてください。じゃあいい、もう一本。はーい、トゥルマーキ、厚滑り。そう、そう。朝一よりはだいぶいいです。足元からしっかり動いて。うん。うん。はーい、大輝。大輝 GS スキーです。なので大きめのターンです。危ない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 、大輝。足元から動くんだよ、大輝ね。手は安定させて構えてればいいの。足の裏から動こう。はーい、ヨネ、お、うん、うん、あ、だいぶ足元から動けてきましたよ。ストックを持ってるとどうしてもストックをついて板を振って動くよう、滑るような動きですけど、しっかりこうやって板と一緒に乗り込んでいけば足元からよく動けてます。はーい、ここな、初号、お、どうした、初号機、どうしたどうした。ちょっと引っ張りが入ってるよ、ここな、これもね。そうじゃないんだ、前に前に、フォールライン方向かな、イメージで言うとね。それは進行方向に引っ張ってる。はーい、リホー、上に抜けてるよ、リホちゃん。ほら、もっと前前前前前、グー1個、パー1個前。そこで板が軽くなっちゃうので、雪が溜まってると足取られてああなっちゃうの。今のだと足元から動くときに上に抜けるんじゃなくて、もう少しあの抜重したときも前に乗ってかないと、はい、そのために手出してんだよ、前に。ともや、そう、ちょっとまだ引っ張りが入ってるけど、足元から動く感じはちょっと出てきたからいいよ。このティーをずっと振ったのに、やれることを、デモの方に精一杯やってもらって、はい、カレンちゃん、はい、ポン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 、やっていきたい、うちが飛ぶ。はい、リーダー、真ん中ちょっと遅いよ、タイミング。はい、ひな、真ん中で、
いいね。お、次上がってきたらストック持ってくるように言って。はい。小宮さん、いいね。いいね。停滞してってる。不十分です、姉さん。右以外ですか、どうなっちゃってんのお前。真ん中、真ん中、兄さん反対です。兄さん反対です。あ、反対。ちょっと乗れるようになってきたな、井上さん。よし、お、さっきより乗れるようになってるよ。よし、OK。 いいね。タイと全然似てねえな、滑りが。そう、尻下げていかない。山本君も尻下げない。頭前で過ぎリオンかな。真ん中、いいね。そっか、リオン真ん中をちゃんと作ればいいんだな。ここなんだよ、ここにちゃんと戻れば。ほら、 OK。はい、本田ちゃん。
前出過ぎだっちゅうのひな。客の動きと腰の向きはだいぶいいけど。いいね。もうすごい外使えるようになってる。そっか、スキー自体上手なんだな。それでみんなうちに残んなくなったな。小宮さんは。いいね。ちょっと後半まで入れすぎ。うん、うちに入る感じ全然なくなった。右外側だな。しっかり乗ってよ、姉ちゃん。真ん中。そうそう。いいじゃん。真ん中。高光コーチ、もう一本行きましょう。了解です。
ちょっとヒナは頭が前出すぎかな。はい、チョキ。トップついてるから小回りするね。それでキーターン。トップついてるから。で、この荷重動作、上下動と、荷重動作のバリエーションとしてですね、まずそこですね、上りで、ね、これで荷重点、あとでやった。レフト方言よりも発想性のいいものが、出来上がってきますので、まずウッパーレンでその発想でいいものを見ていきたいと思います。もっと中間作りたい。うわ、ね、この時ですね、荷重しても極端な減速はしません。先ほどやった次上で集合にするからさ、一歩ないと思うけど普通に滑ってきて。オッケー。なので最初のエッジをした時には大きな減速。暴走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 。じゃあ、発想する方言じゃいいんだけどさ、これをフォームにやっていきますと、フルーク方言、全然発想のフルーク方言。持ってるだいぶかな。先ほど違うのがターンとフルーク方言。ダンスの幅があまり変わらないことに、まあ、これからパターンでやってもらう。最初のフルーク方言と今のフルーク方言、スタンスの幅が大きく、最初のは大きく変わります。今のはそれさほど変わらない。に行くから一本滑ってきても下いないと思うけど上上がってきて、はい、OK やってもらいたい展開なんですけども、いいよ、上でどんどん行って、次いないと思うけど上がってきて上に、はい、発動のフルーク方言から基礎パラレルターンの展開で、あとステムから基礎パラレルターン、横滑りから基礎パラレルターン、しっかりとターン抜け出すときに単関節、外足の足首、股関節のストレッチングを、ありがとうございます。なので外スキーの外足の動きっていうのは、スタートしてからゴールするまで一貫性を持って運動していく、ステム動作から基礎パラレルターン、ちょっと待ってて、ステム動作もですね、荷重、単関節を曲げて荷重動作して、ターン抜け出すときに単関節のストレッチング、これしっかり忘れないように。流れるよ、いっぱい使います。はい、ありがとうございます。で、本来じゃなくて、円を描く、ぐるんぐるんぐるんって膝を滑らかに前後左右組み合わせてするんですよ、ね、それには安定した構え。ルナちゃん滑ってきました。ルナちゃん、だん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 スピードが上がってきて、スーパープルークでスーパープルークで来ております。でもさっきまで結構細かいターンしたのがだいぶ大きいターンできるようになって、いいよ、曲がらないのはいいことだ。スムーズにかなり流れるようになって、やっぱ彼幼稚園の時ここ2ターンぐらいで落ちてダウンヒラーだもっと押し込んでもいいよ、押し込んでもいいからもうちょっと深回ししてごらん、はい、悪くない、足元から動いてきたから、ダメだレイル、やっぱりストック持たなきゃダメだ。うん、まあ前に乗ってこう乗ってこうっていう感じはすごく出てる、まあ、すごくそこは悪くない、でも
ここが前に乗ってった後にグッてこう乗ってくんだと。もうチスラドームの場合は頭はい、どんどん行こう。高さ変えないようなね。いいよ、行こう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 。そんな感じ、そう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 、そんな感じ。引っ張らなくていいよ。いいよ、下で見てるよ。もう少し足のこの膝をしっかり使って滑ってほしいな。まだまだちょっとこう縦と横にしか使えてないから、前に押しながら横に倒すっていうことはさ、こういうこういう動きするわけ。そうそう、前に押しながら倒すってことはこういう動きになるわけ。